はい、それではご質問をお受けしたいと思います。ご質問については職員がそれぞれお席まで、マイクをお持ちしますので、社名お名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。じゃあ質問のある方は挙手をお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、はい、よろしくお願いします。会見とはちょっと異なる点で2点お伺いしたいんですが、はい、1点目、昨日中国の方でビザが発給停止になったことについてお伺いさせていただければと思います。まず富山県内でも中国の方に、進出している企業、複数あります。今回の件、影響が様々な点で出ると思いますが、今回のこの対応、今回の中国の対応についての推移の受け止めをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。そうですね、そのような中国の対応は承知をしております。中国が長くゼロコロナ政策を取っていて、それが感染の拡大の抑制防止には一定の効果があったんだと思いますが、国民の間にだいぶこうストレスが溜まっていたというようなことも聞いております。多分その結果、今回政策の転換になったのだというふうに思っています。で、本県としても、日本としてもですが、ビジネスの活性化やインバウンド客の増加が、期待されるということは考えておりました。一方で、その政策転換によって中国国内での感染が、急拡大をしているということも報道がされております。さらに懸念されるのは、新しいまた変異が起こるのではないかと、感染の拡大の中でですね、そういった中国の状況があるものですから、我が国としては中国からの入国者に対して入国者に対して、厳格な水際対策を取る方針であられること、これは欧米の国々でも同じようなことだというふうに聞いておりますが、我が国の対応はこれはやむを得ないことだというふうに思っております。それに対抗してということなんでしょうか。その中国側は日本人のビザ発給停止をされたということでありまして、これは中国国としてやられたことですから、私の立場で、論評することは適切ではないと思いますが、引き続き我が国としてはですね、中国国内の感染状況を見極めながら、慎重に対応していただきたいと思っています。それを受けて中国側がまたどういう対応されるのか、これもしっかりと注視はしていきたいと思います。ありがとうございます。もう一点、お聞かせください。本日一部、新聞報道で出ていました、ウェルビーイング使用に関する、各会派の反応について、お伺いいたします。私も各会派の方からお話をお聞きしたんですが、まず指標を作られたという枠組みを作った方に対する評価がある反面、一部抽象的だというようなお声も聞いております。そういった、賛否両論のあるまず各会派の反応の受け止め、またはですね、これ皆さんちょっと共通していたんですけども、目標達成、が定められていないという声が実は一番聞かれました。指標というものもあるんですけども、どこまで達成すれば、どこまで、できれば、今回のこの政策、は具体化できたのかと、いわゆる、どこかもしできなかったらそこに手こ入れできるかということも一つ参考になるものだと思っております。その達成目標の、設定等についての、今後の、この後作られているのが、知事のお考え、この2点お聞かせいただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。富山県成長戦略を策定 しましたのは昨年の2月、ですからほぼ1年前ですね。でその中ではウェルビーイングを向上させていくというのを本当にど真ん中に据えた、それが現在の富山県成長戦略となります。
でそのウェルビーイングを上げていく上でですね、何らかのこう指標が必要であろうということで、それから昨年の4月から新しく設置をしましたウェルビーイング推進課、そして知事政策局を中心にこの指標の策定というものにずっと取り組んでまいりました。この間9月に県民の意識調査、ウェルビーイングに関する意識調査を5000人の方に発送して、2754名から返答がをいただきました。でこれらを定性的な定量的なものは統計的に処理をしました。それから自由記入というようなものもありますので、これはこれで富山県立大学のお力添えもいただきまして、分析綿密に分析をしてまいりました。まあ、その結果できてきたのが先週発表しましたウェルビング指標ということになります。まあ、ですから何を言いたいかというと、かなりのそのウェルビング推進課を中心とした地域政策局のチームが、まあ、1年あるいは県民意識調査から見ますと 4、5 ヶ月かけて作り上げてきたものであります。まあ、それを先週私は30分かけて説明をしましたが、まあ、そういう意味では十分に言葉が足りなかったこともあるのかもしれません。まあ、それはでもちろん皆さんも一生懸命報道をいただいたこと、これは心から感謝をしておりますが、まあ、ただ、それだけのマンパワー時間もかけて作り上げたものをなかなかすぐにご理解はいただきづらいのかなと思っています。そして、そういう意味では議会の方々向けにはですね、まあ、今朝の報道の状況も分かりましたので、改めて個別に説明をする機会を説明会を開催をさせていただき、より理解を深めていただきたいというふうに考えているところです。まあ、そういう意味では今の河合さんの質問に戻りますと、今の時点で先週発表しました、そして週明けで、皆さんが聞かれました、その段階でのこういう受け止めは、まあ、ごく自然な感じだというふうに思っております。それとですね、そもそも大前提でウェルビーイングに対してもまだ多分議員の皆様も十分にご納得はいただいていなかったのかなということも、まあ、反省であります。そのウェルビーイングが曖昧で、ウェルビーイングがよくご理解いただけてないとしたら、やっぱりそれの指標というものも当然こうしっくり来られないのも致し方ないのかなというふうに思います。まあ、ただ我々の立場は致し方ないと言っていてはいけないので、やっぱりご理解いただけるように、繰り返し、そして、説明を積み重ねていくことが大切だというふうに思っています。そしてその KPI という意味では、この成長戦略の中のウェルビーイング戦略の KPI は、継続的にウェルビーイングが上がっていく状態を作り出すという、これを KPI にしています。この花の大きさがどうとか、そういったことは目標には ならないんです。そこは、まあ、ちょっとこれまた説明不足があったのかなというふうに思います。102万人の方がもし102万に通りの花を咲かせていただいたとしますが、その中からこの指標を通じてですね、その花の束を作るんです。例えば、高齢者、65歳以上の高齢者の方、そして免許証があるかどうかとかですね、まあ、そんな花の束ができます。でこの方々は富山県の政策にあまりこう刺さっていないんじゃないかと、この方々にはですね、このグループの皆さんには、じゃあそこをどういう政策を打てばこの花をより、良い花にできるのか、まあ、より、どういうんですかね、大きな花に花びら、それから茎、土壌をより良いものにできるのかどうか、そんなことを我々これからの政策作りの、まあ、ヒントにして、政策を作っていく。そしてまたその政策がどう届いたかという方、その束の方々にまた伺うことによって、その政策がどれぐらいこう効いたのかどうか、そんなことに、まあ、それをまた PDCA を回してより良くしていくという、そんな使い方がこの指標の使い方です。これがこの花を大きく、まあ、最終的にはその束ごとにですね、その政策がどう効果を上げたかということをしっかりと測っていくために、この指標を使っていくということです。で目標はやっぱり去年より今年より来年が、向上していくということ、もちろんこれが目標であります。
まあ、そのあたりまた、言葉をしっかり尽くしながら説明を重ねていきたいというふうに思います。まあ、こういう場で皆さんからもこういったご質問があるのは大歓迎でありまして、またそれにお答えもしていきたいというふうに考えています。先般の説明の中でいくつかの例示をしました。政策形成にどういうふうに組み込んでいくかという例示をしました。まあ、年齢かける性別かける職業ということで、まあ、一つ考えてみる、あるいは年齢かける世帯の人数ということで、考えてみるということもありました。さまざまなそんなセグメントの掛け算でいろんな対象ができて、そこの束が見えてきます。でその束に対して、束といったら失礼なんですけど、そのグループに対してどんな政策を打てば、それぞれのグループの皆さんの主観的な幸福度が上がっていくのかどうか、そんなことをこれからターゲットにしていきたいと思います。ただ、発表したのが先週、もう1月でございます。そして一方で昨年の秋に予算編成方針を発表して、すでに令和5年度の当初予算の編成作業は進みつつあります。ですから今から年間6000本とも言われる本県の事業すべてについて、このウェルビーイング指標を反映させて政策形成をするというのはちょっと時間的に難しいかもしれません。でもいくつか特に重要と思われる部分にはこのウェルビーイング指標を通じて政策形成ができるように今から追い込んでいきたいというふうに思います。まあ、そういう意味じゃ令和5年度には完全にこの指標に基づいた政策形成にはならない、これはご了承いただきたいと思いますが、かなりまで反映はしていきたいと思います。で、ちょっと気がとても早いんですが、令和6年度の当初予算にはこのウェルビング指標をフルで全ての部門が反映した政策形成にしていくという、そんなことを考えているところでございます。ありがとうございます。他ご質問ございますでしょうか。はい、さん。北日本新聞の木崎と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先の発表事項とは、となるのですが、見てお伺いしたいことがありまして、まず1点内と、インフルエンザの発生についてです。昨日も、7項病名性かは分かっていないということなんですけれども、新たに日にちで野鳥のインフルエンザ A 型が確認されまして、人間でも、野鳥のインフルエンザかなり、発生していまして、殺処分の、過去最多というふうにもなっているかと思うんですけれども、改めまして、県内の状況について知事がどのように思っておられるかというのと、今現状取っておられる対策等について改めてお聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。全国では今のところ昨日時点で23道県で、58の事例が確認されており、過去最多が987万羽の殺処分でしたが、これが2シーズン前、令和2年11月から令和3年3月の時にを上回る1000トンで91万羽の殺処分、現在のところここまで、来ているということでございます。で、本県では養鶏場での大量の発生はしておりませんが、射水市、今おっしゃった射水市のコハクチョウが1羽、それから富山市でのノスリが1羽の野鳥から、死亡していた野鳥から検出されるということで、県内にも着実に、もうすでに入ってきているということ、これは認識をしているところでございます。それを受けましてですね、未然の防止対策として国が定めています、使用衛生管理基準、これは2021年の1月に、小矢部で起きたときも、これに基づいてさまざまな手を打ちましたが、それの徹底を今も図っているところでございます。国が定める使用衛生管理基準、いくつもの項目がありまして、それをチェックしていくわけでありますけれども、その徹底を図っています。現在のところ100羽以上を使用しておられる26すべての養鶏の農場におきまして、この使用衛生管理基準の遵守率が 100% であることは確認をしているところです。また昨年11月にも1回行いましたが、年明け昨日から養鶏農場にですね、消石灰を配布をしまして、一斉の緊急消毒を2回目、更新図2回目の一斉緊急消毒を実施をしております。
まあ、そして貿易体制を強化しなければなりません。防護服などの貿易資材の備蓄、また異常通報を24時間受け入れる体制の整備、そして貿易演習の開催など引き続き県内での発生に備えていかなければならないと考えております。引き続きですね、まあ、本県の関係部門、それから関係機関とも連携をしまして、未然防止対策の徹底、そして毎日発生した場合に、速やかに貿易体制を行う、そのようなことをこれまでも、訓練などもしてきているところですが、貿易体制の強化に万全を期していきたいと考えております。ありがとうございます。もう一点、次、人の方のインフルエンザについてなんですけれども、今日発表されてます県内の定点あたりの患者報告数は 3.56 人ということで、前週よりは数字はかなり下がったかと思うんですが、各、医療圏ごと、各厚生センターごとの報告者数の推移を見ると、まあ、他富山、特に感染拡大が、まあ、見えてた富山市保健所管内以外の他の4つの、医療厚生センターの管内でも、まあ、ちょっとずつ報告数が増え続けているのかなというのがグラフで分かるんですけれども、県内の改めてインフルエンザの流行状況についてどのように見ておられますか、お聞かせください。はい、もうこれはもう昨年の秋から、南半球でのインフルエンザの流行を見てですね、我が国でもまた本県でもコロナとのダブルの感染拡大、これを懸念するということは申し上げてきて、そしてコロナのワクチン接種だけではなくて、これまで最大の数インフルエンザのワクチンを用意しておりますが、これの接種もできるだけ早くということをお願いをしてきたところでございます。まあ、で足元では今藤木さんおっしゃったように富山市中心に感染の拡大が、インフルエンザの季節インフルエンザの感染も拡大をしてきております。昨年の年末にはですね、12月19から25の州は全国1位に、なりました。それからその次の州は、まあ、沖縄がトップになりましたが、それでも引き続き富山県が2位ということであります。まあ、そんな状況にあるということ、そして、富山市中心だった感染がじわりと周りにも、まあ、広がって各医療圏でも増えつつあるということで、当然、県全体でも、まあ、少しずつ数値が上がっているというのが現状でございます。そしていよいよ、まあ、いよいよというか学校が始まりました。実はこの富山市の感染もですね、一番多い時ですが 93% は14歳以下のお子さんへの感染でした。まあ、ですから今回学校が始まるということで、それが拡大をしていくということが懸念をされるところでございます。学校再開にあたりまして、教育委員会から各市町村の教育委員会に改めてそのような状況も説明をし、各学校でしっかりと対応していただくようなことも注意喚起をしているところでございます。まあ、引き続きこのワクチンの季節性インフルエンザのワクチンの接種の促進、これを訴えてまいりたいと思います。そしてやっぱり感染拡大の防止には、これはもうコロナと全く同じです。手洗い、マスク、それから体温の管理、そして体調が悪いときには学校あるいは勤務に行かない、まあ、そういうようなことは全く共通をするので、こういった対策も改めて、コロナとともにですけども訴えかけていきたい、皆さんからもぜひ周知をお願いをしたいというふうにお願いをいたします。ありがとうございます。他質問ございますか。ウェルビーイングの話にちょっと取って恐縮なんですけれども、3日の発表以降、まあ、知事の市あるいは県も県庁にということも含めてなんですけれども、どういうような反応があったかっていうものってあるように聞かせていただきたいんですけれども、まず私について言えば2人ですかね、自分で
47の質問について答えてみて、点数というか点数競うものでもないんですが、何点でしたよという報告というか、連絡が2人から私には来ました。で、担当課はどうですかね。今日いないかな。ちょっとそれと取りまとめてはいないんですが、はい。あと議員さんからは今日報道もいただいたようなご反応はいただいています。わかりました。であとちょっと多分県の今回作ったウェルビーイングの指標なんですけれども、教員設問については個人の主観とか感じ方っていうところの説明がほぼ大半を占めている内容で、確か昨年のデジタル庁がウェルビーイング その指標を自治体向けに作っているものとか、あるいは福井県の越前市が新たにまたウェルビーイングの指標を作るというような動きがあるんですけれども、その中で少し県との違いでいうと、いわゆる客観的データ、いわゆるその公開されている普通のはっきりした数字出るようなデータと組み合わせながら多分指標を作っていくという作業をに重点を置いているような印象を受けている一方で、テーマ機についてはあくまで主観感じ方というのを本当に中心に捉えている大きな違いがあると思うんですけれども、市の言葉でその辺のところに注力したその理由みたいなものを改めてお聞かせいただければと思うんですけれども。そうですね、まさにほとんどじゃなくて全てがうちの指標は、主観的なそれぞれの感じ方、になっています。で、客観的なデータはまさに客観ですから、いろんなところから我々も知りうることなので、それはまあ併用していけばいいんだというふうに思っています。ですから、こういう主観で見るという多分データは他ではなかなかないと思うので、これはやっぱり自分たちでやるしかないということで、このような指標を作りました。そういう意味ではとても、世界的に見てもユニークなことをやっているというふうには思っています。で、客観のことはもうそのデジ電のデジ庁のもありますけれども、いろんな形で、私どもは取ってくればいいというふうに思っています。はい、はい、で、他ご質問ございますか。はい、山新聞の森です。はい、よろしくお願いします。全国旅行支援が昨日から再開されたと思うんですけれど、それに対する知事の受け止めを教えていただけますか。はい、旅行需要、あるいは観光、宿泊の需要、そこを打って回復基調にあるというふうには理解をしております。昨日も実は、日本旅行業協会の富山地区の会合、新年の合宿交換会がありまして、そこでも皆さん着実に需要は回復してきているという、大変明るい雰囲気、去年はその会合さえできなかったんですが、今年はそんな雰囲気であるというふうに思います。そういう意味では、この昨年10月から始まりました旅行支援、またそれに至るまでは、県独自にさまざまな施策を打ち続けてきたわけでありますが、そういったものが効果を上げて、この需要の喚起、また需要の回復にはつながっていると思います。年末年始期間は、一旦中断で、また昨日から始まったということ、これは、私はありがたい、地方の立場としてもありがたいことだというふうに思います。ただ、国も限られた財源だということも理解をしております。どこら辺まで続ければいいのかということは、これは国でも議論されているんだというふうに思う、というか予算がなくなったところから打ち切られるわけでありますけれども、これを極力活用していただいて、いわばこういった補助金というのはあくまで永久にあるものではありません。やっぱりいわゆる換気策、あるいは起爆剤になるものだというふうに思ってますんで、そんな上昇基調に乗せるために、大いに、予算の範囲内で皆さんご活用いただきたいというふうに思いますし、またそれ旅行業者の側もですね、そんなことで未来があるものとは多分思っていらっしゃらないと思います。この機会に一気にこのできるだけ、軌道に乗せる、そういったことに主眼を置いておられると昨日の会合でも感じたところであります。ご質問ございますか。
北日本支部吉本です。よろしくお願いします。はい。発表事項とは異なりますが、富山県武道館についてお伺いします。昨年、高岡テクノドーム別館 の、 建設費、上昇という、ことになって、それと合わせて武道館の方もですね、建設費の上昇は避けられないというふうなことで、来年1月頃、つまり今月になると思うんですけれども、算定をし直して、改めて建設費を算出するというふうにおっしゃってたと思うんですけれども、今現在のその進捗と公表スケジュールの見通しがあれば教えてください。はい、ありがとうございます。昨年来申し上げているように今まさにその算定をしているところでございます。途中経過で、話しますと、数字がまた一人歩きしてしまうので、今日のところはご容赦いただきたいと思います。いずれにしましても2月に始まります、次の議会、には、何らかの予算的な数字を出さなければならないと考えておりますので、それまでにはしっかりとした何がどう変わるのかということ、そういうことを発表したいというふうに思います。高岡テクノドーム別館の場合は約 1.7 倍に膨らみましたけれども、基本設定を、武道館の場合は基本的には大幅に変更はせずに、外壁等々 の、 見直し、デザインだったりですねにとどめるということだったんですけれども、その場合のその見積もり額の何て言いますか、当初の基本設定だと87億4000万円程度ということでしたけれども、ここから例えばその数億円程度で進むのか、あるいは、大幅にその100億円台いってしまうのかとか、そこら辺の見積もりの幅はいかんでしょうか。それも今精査しているところなので、ただやっぱテクノドームの場合はですね、かなりデザインが非常にこう衣装に力の入ったものでありましたので、そういう意味では何て言いますか、上がり幅は大きかったんじゃないかというふうに考えています。あれほどには上がらないのかなとは今のところ感覚ですがね、思ってますけども。県議会側からですね、12月の予算要望等の時にも建設費 の、 議論をこう、十分深めた上でですね、今後 の、 武道館の整備の在り方について一緒に議論していきたいというようなお話があったんですけれども、今現時点で開館を目指すとしているその27年度に向けたスケジュールの影響等についてはどのように見てらっしゃいますか。そうですね、基本的にはそこを目指してはいきたいと考えています。ただもともとは令和5年の、9月でしたかな、最初の、それはちょっと実は無理があったんではないかということも今いろいろと振り返ってみますと思っています。ただそれも済んだことなので、今それが後ろ倒しになって、の計画、できればこれには間に合わせたいなと、ただいろいろその建設費を下げるためにいろんな、変更も出てきますので、それがどういうふうに影響するのかということは今のところまだはっきりしたことは申し上げられない状況です。ありがとうございます。他質問ございますか。よろしいでしょうか。はい、それでは本日の会見はこれで、終了いたします。どうもありがとうございました。